国民民主党代表を2018年結成、2020年解散の日本の政党である旧国民民主党の最高責任者であり、党首に相当する役職。本校で承述する旧。旧国民民主党と法令上同じ組織である民主党や民進党の代表についても記述するほか、代表代行、副代表についても触れる。 2020年結成の日本の政党である、新国民民主党の最高責任者であり、党首に相当する役職。新国民民主党の代表を参照のこと。任期は1999年までは1年、2000年から2011年までは2年、2012年以降は3年である。前任者が任期途中で辞任した場合、新たに選出された代表の任期は、 2011年までは、前任者の残任期間、2012年以降は、就任翌翌年の9月までとなる。代表の再選回数に制限はない。任期満了に伴う代表選挙は、9月に行う、ことが通例であり、当所属国会議員、当席を有する地方自治体議員、党員及びサポーターの投票で選出する。前任者が、任期途中で辞任した場合は、 任期満了の場合に準ずる党員、参加型投票での選出のほか、党大会、両院議員総会での選出が可能である。選出方法については、国民民主党代表選挙を参照党大会で大議員の半数以上の同意があれば、代表は解任される。解任された代表は解任後の代表選挙に再出馬でき、再選されれば残忍期間中再度解任されない。 代表がかけ、または、事故ある場合には、代表があらかじめ定めた代行者が職務を代行する。ただし、残忍期間が3ヶ月未満の場合には、代表代行が職務を代行する。なお、国民民主党決闘時の経過措置として、共同代表制が採用され、任期は2018年9月までとされた。代表代行は、代表を補佐し、 その指示に基づき代表の職務の一部を代行して、党務を遂行する。副代表は、代表を補佐し、その指示、または、幹事長の要請に基づき党務を遂行する。いずれも設置は、任意で複数名を置くこともでき、党大会、または、両院議員総会の承認を得て代表が選任する。また、いずれも、総務会において常任メンバーとなるが、代表代行は、 執行役員会においても常任メンバーとなる。民主党時代、代表代行は、党大会、または、両院議員総会の承認を得て代表が選任した、副代表の中から代表が指名し、代表の要請に基づき、その職務を代行、または補佐するものとされていた。民進党結党後、代表代行と副代表が、規約上分離して規定され、いずれも選任に、党大会、または、 両院議員総会の承認が必要となったほか、職務遂行は代表の指示に依拠することが明記された。国民民主党決闘後、代表がかけ、または事故ある場合の代表の職務代行は、原則として、総務会の承認を得て代表があらかじめ定めた代行者が担当し、残忍期間が3ヶ月未満の場合には、代表代行が担当するものとされた。中 民主党代表に関するカテゴリー、ありがとうございます。